第7章ではウォーキングのためのウォームアップやクーリングダウンの方法を実際にやってみましょう。全体の流れは最初にウォームアップとクーリングダウンで共通に行う準備体操を行います。次にウォーミングアップで追加すると良い運動、そして最後にクーリングダウンで追加する運動をご説明します。それでは皆さん、ウォームアップやクーリングダウン共通の準備運動をやってみましょう。まずはじめは膝を回しましょう。膝がくっつかないように大きく回します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。次は腰を大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。できるだけ大きく回しましょう。5、6、7、8。次は足伸びです。上大きく力を抜いて1、2、3、4、5、6、7、8。次に左右に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、背筋を伸ばし続けながらやると大変いいストレッチになります。次はふくらはぎのストレッチです。足を前に出して後ろ足のふくらはぎの筋肉を伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。かかとを上げないようにつま先を少し上げると効率よく伸ばすことができます。次は太もものストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8。足を変えましょう。バランスを取りながら背筋を少し伸ばしながらやると大変いいストレッチになります。はい、次は伸脚をしましょうか、ね、左右に足を大きく開いてつま先を上げて1、2、3、4、5、6、7、8。逆の足もやりましょう。楽にできるようになったらつま先をそーっと掴むことも大切です。6、7、8。これで共通の準備体操は終わりです。それでは皆さん、ウォームアップで追加する運動をやってみます。スキップやステップ、クロスウォークやクロスステップです。皆さんリラックスしてニコニコしながらしましょうね。それでは初めはスキップです。気軽にリラックスしてリズミカルにやりましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。次はステップです。リラックスしてリズミカルにやりましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。次はクロスウォークです。手を左右に上げて腰と足を大きく使ってクロスさせて歩きましょう。次はクロスステップをやってみましょう。腕をうまく使ってタイミングよくやってみましょうね。前横後ろ横、前横後ろ横、前横後ろ横、前横後ろ横。今度は少し早くやってみましょう。リズミカルにいきましょう。はい、
1、2、3、4、5、6、7、8。それでは皆さん、クーリングダウンで追加する運動、後ろ歩きをやってみましょう。手足が同時に動かないように逆に動かしましょうね。はい。手を大きく使って太ももを大きく後ろです。1、2、3、4。皆さんいかがだったでしょうか。普段の歩行ではなかなか取り入れにくいかもしれませんが、ぜひ行ってみましょう。第7章は以上で終わりです。第8章では最後のまとめとして、それぞれのウォーキングの比較と進め方を学びます。